岡山県南端に位置する美しい瀬戸内海と緑豊かな山々に包まれたアートの街玉野市、駅すらもデザインされた美しい街に到着です。玉野の街を巡ってみましょう。自転車で向かったのは台湾料理無天茶坊。いただくのはルーロー飯、ウーシャンヘンなどの香辛料を日本人の味覚に合わせた絶品料理。玉野市と倉敷市にまたがる王子ヶ岳は瀬戸内海の多頭尾と雄大な瀬戸大橋の全景が同時に望めるビュースポットです。旅の最後は瀬戸内海を体で感じるクルーズ。海の風に身を任せ、素晴らしいひとときを。アート、自然、食に触れ、五感が刺激される岡山県玉野市へ出かけてみませんか？